気になったらどうするの少なくとも僕は本気です。まあ、25歳差で？いらっしゃい。その人が花の学校の先輩？花からお話は金がね。怖い。なんて鋭い眼光。ただものじゃないわ。体も大きい。いただいたお金なんですか？やっぱりお返ししたくて。 お母さん、学校の先輩としか聞いてないんだけど？男の子の家にお泊まりとか聞いてなかったんだけど？そりゃ怒られるわ。桜井くん、なんか私の方をじっと見て、私というより私の胸って、まさかこの子、会ったばかりの私の体を、それとも 猫。あ、そのうち向こうから触らせてくれるかもしれないっすよ。そんなことないわよ。ノーチャンスよ。なんてこと言うの、母親の目の前で。そうだな。まあ、今は無理でも。え？いつか抱いてみたいな。バイトしている花の様子を見に来たんだけど、私の知らない花を見られて嬉しいわ。けれど、 桜井くんもいるとは思わなかった。人妻、年上が好みとか。あ、この人。マスター、届いた豆運ぶついでに倉庫整理していきますね。私も手伝います。